はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい、ということで都市ミナティでございます。はい、お願いします。はい、いつものやってください。あ、いや、今日は しないんですよ。何ですか今日は。ね、あの特別会で、なんかちょっと多分声の反響とかが違うと思うんですよね、うん、というのも、あの岡山の津山市でゴンゴン祭りというね、カッパのお祭りがありまして、今それの控え室、はい、あのステージがあるんですけど、はい、ステージから結構遠い控え室で今そうね録音してるんで、うん、そう、まあ、もしかしたらあの、うん、太鼓の音とかもちょっとだけ入ってるかもしれない、ね、そう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 ですね、うん、和室なんですよ。そうですね、座布団も何もないっていうね。いやいや、別にダチャあるだろう。だからもう本当にもう硬いところで座ってやってます、うん、僕らは本当にそれだけなんでネガティブキャンペーン始めるの。いや、事実を事実を語ってます今、うん、お弁当美味しかったですよね、まあ、お弁当美味しかったですよね。けど、まあ引き出し開けたら、うん、あの、うん、囲碁将棋のあの盤しかなかったから何もねなかったなって思いました。おじいちゃんが最後に死ぬ場所なんかないや、そう、ここ、そうでしょ囲碁盤と将棋盤しかないってね、うん、広いところで、まあまあ、ゴンゴ祭りっていう津山のお祭りで、うん、早瀬の地元っていうこと で、ね、だから凱旋はいライブみたいなことですよ、ね、そう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 、3年ぶりなんですよ。コロナ禍でできなかったので。これあれなんでしょ、だからゴンゴ祭りっていうのは、うん、もうそ津山の中ではトップクラスの、いや、トップクラスっていうかトップっすね。トップのトップお祭りごと、だって数千数万人来るんですもん、この2日間でね、うん、津山の人口を超えてんじゃない。いや、超えてるか。あ、超えてない。いや、超えてるか知らんけど、マジで分からん。いや、超えてない超えてない。津山はね、うん、今9万何千人ですって。ああ、で、うん、数万人集まるんでしょ、だって。そう、でも9万には達しないからね。達しないから、うん、言ってでも1万とか。まあ、でもすごいことや、ね、すごいですよね、この田舎のね、うん、地域に普通か、うん、2days かな、これは。そう、2days、うん、2days、そうそう。で、1days 目に1days トシボーイズが、うん、イベントのかっこいいよ、言うなよ、フェスみたいな階段みたいな感じで呼ばれてるんだっけ。そうそう、階段みたいなやつで、うん、呼ばれてます。で、ね、ステージで、まあ、披露するという感じで、はい、もうかれこれお祭り津山のは2回目になるんですけど、2回目、桜祭りとゴンゴ祭りですね。ですけど、うん、今回はだからちょっとなんかね、気合の入り方が、うん、2、3年ぶり3年ぶりだっけ、3年ぶりっていうこともあって、うん、なんか地元の方々もなんかスタッフさん気合入ってたんで。気合入ってますよ ね、 ね、ちょっとちゃんとやんなきゃなとは思いましたけども。気合入って同じところぐるぐる回ってましたよどういうこと。いや、同じところぐるぐる回ってましたよ。気合入りすぎて言っちゃってよくわかんないですけど、気合入りすぎて同じところぐるぐる回ってましたよ。僕別に敵に回したけど立ち止まれないんですよ、もう気合入りすぎて。マグロと一緒だから、なんか やらなってなってぐるぐる同じところ回ってましたよ。すごいあの気合入ってるなって顔をしてるけど、ぐるぐるあんまりやることない人もいたからね。ぐるぐる回ってて、それを見て、うん、津山に帰ってきたなって思いましたいや津山のイメージがね、ぐるぐる回ってるのを見てね、そこで思い出したんだ、うん、本当に、うん。まあ、でも今日だからあの、うん、まあ、この収録の後、うん、まあ、本番があるっていう感じなんですけども、うん、どうですか意気込みなんかは。でもやっぱりそのウエストランドさんMC ですし、はいね、そう、先輩ですからね、うん、ちょっと気合入りますよね。ね、うん、あのええ格好したいっていうのはなかなか共演することはあんまないですから ね、 ね、言っても、まあまあ笑い芸人さん自体はあるけどね。そうですね、ソランさんはないので。ソランドさん別に怪談とかやってないから。そうそう、でもいつかやっぱりそのね、地元の先輩なんで共演をしたいなと思ってましたけれども、うん、まあ、こういうお祭りでね、今後祭りって一番大きい地元の祭りでご一緒できるっていうのはすごい光栄なことやし、頑張らななっていう、好かれたいなって思いますけど。で、うん、なんか会場もちょっと見ましたけど、うん、ちょっとなんか特設ステージで、あ、そうそう、ロックフェスみたいな感じの作りでしたけど、ね、うん、なんかそこでやるんだっていうね。その1日目のさ、岸本さんのことばっかりなら、ワンデイズ目さ、うん、あの演舞とかさ、カラオケとかあったのにさ、うん、俺らが行った時にさ、バチバチのロックかかってたじゃん、うん、あれ出囃子にして入るのかな、みんな。いや、知らないけど、ででん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 、いや、どっちだっていい、演舞って入るのかな、あれなるほどね。ほら、あれ入りづらいよな、あ、うん、なるほど、ちょっとアンバランス感はあるけど。そうそう、で俺らの時もそうなんかなと思って。俺らはいいじゃん、ゼデンデンデデン、そもそも階段ビーズの曲流して、あ、まあね、ビーズの曲か、うん、流して。いや、いいよそこ別に、あれでビーズでも出てましたから、うん、ライブ、そうそう、まあ最初はね、うん、そう、最初そうでしたね。そうそうそう、トークライブジム、もう中で出番ですけどね、ちょっとあの、うん、来ていただいてる方も結構いらっしゃるでしょうから。そうですね、もうなんかツイッターとか見る限りでは、うん、地元の人とかは
来るっていう感じでつぶやいてる人もいたりとかね、うん、本当にあのやっぱりゴンゴってすごいなと思うのが、うん、ポスターをねたくさんいろんなところに貼ってくれてるんですよ、街中にね、そう商店街とかで、岸本さんが、2時に2時か1時頃に来られたじゃない、うん、来た津山にね、うん、でその前に僕らもぐるぐる待ってたんですよ、例えばウエストランドさんの名前の元になってる、うん、ウエストランド丸井に行ったりといろいろしてるんですけど、うん、ポスター犬のとこ貼ってるんですよね、うん、でそれやっぱ見てるんで津山の人は、知らない人からたくさん連絡来ましたね、うん、ゴンゴ出るんだねって言って、だったどこに、ツイッターかなんかにってこと、ツイッターの DM もそうですし、知らない人から LINE が来たりとか、知らない人がなんで知ってんの、多分誰か教えたんじゃないですか、へえ、うん、来ました来ました、すごいじゃん、うん、フル虫別に知らない人に言われても困るしな、いやその学校同級生でしたみたいなのが来ました、同級生なだけで、あでもそれでも絡みたいって思うぐらい、ゴンゴはすごいんですよ、誉れ高い、そう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 、ステータスなわけだ、そうですそうです、ほえ、うん、そりゃすごいや、凱旋っすねマジで、ちっちゃい頃はだからゴンゴ祭りのねカッパの歌あるじゃないですか、あれってあるんですよ、あの、うん、ゴンゴに水やれってやつあるんですけど、水やれ水やれっていうカッパの頭に水をあげろみたいなことなんですけど、その歌僕国歌やと思ってましたから、あそんぐらいも有名な、じゃあもうみんな空で歌えるぐらいの、いや歌います歌います、マジでそうまあ見てる限り、うん、そんなになんかカッパ感なかったけどね、パッと見あんまりカッパカッパしてる人も、ね、あ、まあ、あんまりいないし、あれなんかなと、今ちょっと見に行こうって言ってる、うん、踊る通りがあるんですよ、あなんか、ね、ちょっと変わったんですけどね、やっこ通りみたいな名前のところ、車道でねみんな並んで踊るみたいなことでしょ、そう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 、それはみんなカッパの格好してますよ、あそうなんだ、そう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 、ちゃんとあるんだね、ありますあります、そういうのあります、あれ前さ前言ってた時なんか審査員がいて、あそう審査員みたいなのってあったじゃん、 それがそうってこと、そう審査員がいて、で本当にもう幼いもう保育園とか幼稚園ぐらいの子から自衛隊まで、上は、うん、上は自衛隊だ、上は自衛隊、高校生とかもいるし、役場の人とかもなんで言う、急に役職になったのよ、うん、大人上自衛隊とかもいるんですよ、自衛隊、それがみんなが同じ踊りをするんですよ、歌に合わせてね、うん、それでみんな審査するんですけど、うん、毎回自衛隊が勝つっていう、そりゃそうだろうな、やっぱ揃うから、機敏やからっつって、うん、声も出てるし、あそこはあのきちっと審査するんだ、可愛いっていう点はないんで、カッパにいかに揃ってるか、うん、揃ってるか声出てるか、声出てるか、うん、子供には不利ですねやんなきゃいいの子供の部作りゃいいのに、まあそう作んない作んないそんなのは、もうきちっと点入れますから、あれ地元の知り合いはやっぱりもうじゃあこぞってみんな来るっていう感じですよね、うん、もういや それなりに、弟は仕事が忙しいらしくて、うん第一神道でもそんな感じ、そうそう弟は仕事が忙しいって言ってて、ああ、まあ、次男なんですけど、それはね、まあ、三男もおるから、うん、三男はって言ったら連絡すらない、うんうん、さらわれたんかな、カッパに、いやいや違う違う、あの仕事だったんですけど、ね、仕事か、うん、まあ、そうなんよ、あそう、うん、でもそのわざわざ LINE、うん、無理やりつなげてても連絡してきた人とかはさ、うん、来そうじゃない、飯行こうぜって言われてね、だから終わったら囲まれんじゃないの、五連と俺は送ってるのに全部タン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 と送ってきて、えすごい、うん、強フル無視しましたけど、うわ怖、俺そういう人怖いねこっち無視してんのにガンガン来れる人、ガンガン来てますね今、へ知らないんですけどね、でもやっぱりちょっとあれだね、あの祭りっていうこともあってたと思うけど、うん、あの昔やんちゃでしたみたいな大人の人たちも結構いるからね、あれがね俺嫌いなのよ、もうだから苦手、ちょっとあれだったよね、うん、あんまりすごいふざけたこと言うと怒られんじゃねえかって怖かったもん、怖い人はたくさんいる確かに、でもなんかまあね祭りにかける意気込みに変わってる感じがしてたから、うん、まあまあそうですね、まあ、全然いいなと思ったけど、うん、熱量が、そうですね熱量そっちに行ったから、うん、やんちゃの方からね、やっぱ1年に1回のね、うん、やつはもうそう気合い入りまくるんでしょ、みんな出店やってるからやっぱり、うん、そういうちょっとやんちゃな人らは、久々に見たわ出店、あの川沿いのね吉井川っていうね、コロナになってからほとんど見かけなくなったし、そうそう、あの川沿いにずらーって並ぶの、ね、あれいいね、壮観、そうでしょ、結構面白い、そでその、出店が並んでるとこの向こう岸では、うん、あれ BMX って何なんすかあれ、あ自転車のやつ、はいはい、あの分かる分かる、うん、飛んだり跳ねたりするやつ、そうとかあのボードのやつとかさ、うんうん、あんなんやってるわ、うんうん、あのすく大音量でやってた、そんな今年は分かんないけど、ね、でも前行った時はやってましたよ、へえ、うん、なんかだから
最新のも取り入れようとしてる感じはあるよね。そうかもしれない。そうちょっと気になるもんね、やってたら、うん、向こう岸で。確かに、うん、いろいろだから結構豪華な人とかも呼んでるみたいですね。明日もね、レゲエのね、レゲエの、うん、まあちょっと僕は知らないですけど、そのプッシームさんでしたっけ。レゲエ、あのそう女王ですから名前は聞いたことある、ね、レゲエの女王です、うん、すごい人気で、ね、ちょっと詳しくないんで。そう、有名ですけど、うんうん、なぜか津山レゲエ推しっていうのを、あ、レゲエすごい推してます。さっき聞いて、ミキドーさんが来たっていう、でライフタイムリスペクトを歌わないで帰ったっていう、歌ったあれしかねえだろあれを歌わずに帰っ たっていう。あれしかねえだろ、あれしかねえから、うん、あれを変なよく分かんない中途半端な女性たちにアンサーソング作られてんだからいや別にいいだろなんでそんな情報詳しいの。いや変よく分かんない女性らグループに、うん、なんかアンサーソング作られてたわ。知らないわ、うん、それでも言ってましたよ。もうしばらくしたら本番なんでね、うん、ちょっとあの、ね、まあ出番自体はそんなに長くないんですけど、はい、ちょっとやろうかなと思っておりますんで。そうですね。あの YouTube かでも多少残るのあれ。残る。じゃあまあそれも見れるかなっていう。そうですね。なんか公式のなんかあるんでね、ゴンゴ祭りって言っていただければ出てくるので、うん、はい、まあ、それで見ていただければなと。見ていただければ。早瀬がね舞台に立った時どれくらいのウェーブが起こるか。いやいや、それ僕のせいだけにしてない、それウェーブ起こらんかったら、ああ早瀬がってなるけど。いや、そこそ、うん、みんな自作の、自作のタオル持ってるし。いつもさ、うん、ウェーブ起こらんかったらお前のせいで、ウェーブ起こったら俺のおかげみたいな毎回よ。俺は別にウェーブ起こそうと思ってる。俺人気あったわみたいな。得て、もうちょっとそこは、ね、落ち着いてくれよ。頼みますよ。起こします頑張って。まあ、でも結構もうお客さん自体はいっぱいいたからね。たくさんいたね。あのステージじゃなくてね、うん、全体にそうね、いたいた。その人たち来てくれりゃ、そうですね、結構盛り上がりそうかなと思うけど、うん、なんかさ、はい、あのこっからは入っちゃいけませんよって線引いてたじゃん、うん、ガラガラやったらおもろいよな。俺も思った。あれガラガラやったら、あのスペースが意味ないぐらいの、そうそう、結構ちゃんとスペース取れてるなっていう状況だったら、ガラガラやったらおもろいなと思いますけどね。ちょっと足場がね悪いんで、そこだけ雨降っちゃってたから気をつけてほしいなと思いますけどね、うん、はい、まあそんな感じで、はい、じゃあもう今行ってやってきますんで、もう時間だ。ちょっと皆さんそれも見ていただければと思います、はい、終わります。はい、ありがとうございました。